藤沢宿は、東海道53次の6番目の宿場である。神奈川県藤沢市にあった。藤沢宿成城、三寺門前の湯行寺教、慶長6年に東海道の宿場となった。後に、戸塚宿、川崎宿が追加され、東海道6番目の宿場となる。東海道53次整備以前から成城工事の門前町として栄え、五北条時代は、小田原城と四条の江戸城の桜田門、八王子城、玉縄城をつなぐ小田原街道の分岐点だった。清城工事の東側に、江戸川の見附があり、現在の小田急江ノ島線を越えた西側あたりに、京都側の見附があった。この範囲が、藤沢宿である。境川に架かる、小川橋を境に、江戸川の小川町は、相模国鎌倉郡、京都側の大久保町、坂戸町は、同国高座郡に属した。右上の浮世絵の背景に見られるように成城、三寺が近くにあり、手前の小川橋の京都側南東には江島神社の一の鳥居があり、ここから、江の手前右手へ、江ノ島道が約一里の距離で、江ノ島に通じていた。また八王子道の脇には、源義経が祀られている白旗神社がある。幕末には70軒以上の旅籠があった。藤沢御殿は徳川将軍家の宿泊施設であり、現在の藤沢公民館と藤沢市民病院の間にあった。慶長元年頃東西106軒、南北62軒の広さの御殿が建てられた。兵庫門は南側、裏御門は東側にあった。徳川家康、秀忠、家光と30回近く利用されている。天和2年まで設置。現在では、御殿橋、陣屋工事、陣屋橋、高城橋、御殿辺公園などの地名が残る。延享2年までは、堀内本陣、その後は牧田本陣があった。サザエ、アワビ、彦品ます、弁慶餅。以下は、藤沢宿支配の歴代代官の一覧であるが、藤沢宿には、代官所は存在しなかった。小田急江ノ島線藤沢本町駅戸塚宿、藤沢宿平塚宿。ありがとうございます。